はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の英語の第2時間目ですね、やっていきましょう。で、3問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、自分の方がね、早速解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。でね、早速始めていきたいんですけど、今日近所でね、木を切る、木というか、枝かなを切り落とす、今作業してて、工事してるんですけど、チェーンソーの音がね、結構響いてるんですよ。で、今、このビデオでそれを拾ってるかどうかちょっとわからないんですが、もしね、ちょっと拾ってたら、なんか耳障りだなって思うかもしれないんだけどね、そこちょっと許してください。もうじゃあ行きましょう、1番ね。まず A さん。Can you ほにゃらら、ね、bring to the party と言ってると。で、まず、まあ問題の関係ないんですけど、can you 押さえておきましょう。ここね、can you。これ2番の will you も同じです。意味としては。can you ほにゃららって言うと、ほにゃららしてくれませんかってお願いするときに使ってください。会話文でもね、よく出てきますので、押さえておきましょう。で、これはですね、まずちょっと答え言っちゃおうか。can you ですね。で、最初に、think of が来ます。think of。で、今回、この選択肢を見て、2つ気づいてほしい。あれ使うんじゃねって気づいてほしい。1個目はこれです。think of。これで、ほにゃららについて考えるです。これでね、後で聞きましょうか。think of で、something が来ます。something good to で、これで OK か。で、bring だもんね。これで OK です。チョコダンで引いておきましょう。よいしょ。で、まず1個目はさっきも言った think of ですね。まあ、think がほにゃらず考える。もしくは思うとかね。って意味があって、think of ほにゃららってすることで、ほにゃららについて考えると。つまり、最初に can you 来てるからさ、ほにゃらしてくれませんかでしょ。つまり、ほにゃららについて考えてくれませんかって言ってるんですよ。で、何について考えるのかっていうところがまずポイントなんですけど、今回選択肢を見たときに、あ、think of が使えるかもなって思うのと、それ以上に気づいてほしいのが、something to ね。このセット。で、今回、その選択肢ではないんですけど、something to と言われればと、あれじゃねみたいな風に思ってほしい決まり文句があって、something to eat。みんながどっちで習ってるかちょっとわかんないけど、もしくは something to drink です。これ決まり文句絶対覚えておきましょう。まず something to eat。eat 食べるだよね。で、これで何か食べるもの、つまりまあ食べ物っていう風に訳します。なんか食べるものないかなとか、なんか食べるもの欲しいなみたいな会話で使います。drink 飲むですよね。なので、something to drink っていうことで、何か飲むものが欲しい。まあ飲み物が欲しいっていう言い方になるんですけど、これ覚えておいてください。決まり文句よーく出てきます、これは。で、これのもう一個レベルアップバージョンがあって、もうみんなもね、習ってる方、知ってる方は、あれかと思うかもしれないんですけど、例えば、何か飲むものだけじゃなくて、何か温かい飲むものみたいな。ちょっと詳しく言うの。何か冷たいでもいいけどね。っていう時に、温かいってホットですよね。ホット。これね。じゃあこれがどこに入るのかっていうのが非常に大事なの。で、答え、結論から言えば、このホットはこの to の前です。something hot to drink。っていうと、何か温かい飲むもの。まあ、温かい飲み物ってことだよね。っていうふうに言うことができます。で、なんでね、今回ね、この説明してるかっていうと、それをまあ、もろに使いましたと。で、まあ、グッドがここに入ってる理由はこのホットと同じになるんですけど、ちょっとグッドは置いといてください、まず。今、something to bring。bring って持ってくるです。つまり、何か持ってくるもの、to the party なんで、パーティーにね、だから、パーティーに何か持ってくるもの、それについて考えてくれませんかって、何持ってったらいいかなって、何持ってきたらいいかなみたいなことを聞いてるわけです。パーティーにね。で、その good っていうか選択肢に入ってる良いですよね。つまり、パーティーに持ってくるなんかいいものを考えてくんないって聞いてるわけ。good が入ることによって。で、じゃあ good どこに入れるって考えた時に、もちろんパッて気づければそれでもいいんですけど、その something to といえばもう something to eat、something to drink があるわけよ。もう定型文みたいな感じで。その時に、あ、それは何か温かい飲み物とかあったなって、hot どこだっけって、hot は to の前に入れたいよなと詳しく説明したい時にね。あ、じゃあ good も同じ場所に入れてやればいいか、みたいな感覚でやれば、この問題解くことができますので、ぜひね、まあ、この問題が解けることも大事なんですけど、まあ、think of。これもよく使うからね。think of だったり、something to drink。bring だ、今回は。これをね、ぜひ覚えておいてください。
これ1番ね。じゃあ2番行きましょう。で、ウィリー同じです。ホニャララしてくれませんかになります。つまり、キャリー運ぶなんで、運んでくれませんかと。this desk、この机ね。で、to the next room なんで、隣の部屋まで持ってってか、運んでくれませんか ?with me、私と一緒にと言ってます。まあ、一緒に運んでくれって言ってんだね。で、B さん行きましょう。OK、いいよ、と。but、ね、いいえ、あ、お前、but なんで、しかし、でもって感じ。でもなんかあるんだね。でも、it、ほにゃららほにゃららほにゃらら through the door と言ってます。まあ、ドアがドのオのなわけです。で、これも、まあ、さっきと同じく選択肢を見たときに、親って思っても欲しいことが1個あります。どれかっていうと、このダブルの2です。too の2、そして to の2、これが来た瞬間に、まあ、to 構文使うだろうと思ってください。to 構文です。これは、to、まあ、a にしとこうか。to ほにゃらら、to ほにゃららです。まあ、to a, to b と書きますけど、これで意味が、めっちゃチェーンソー入ってる気がする。あまりに、A すぎて、B できないです。なので、B の方、ここはまあ不定詞だと考えてください。to プラス動詞の原型が来ます、ここ。動詞が来る。原型がね。例えば、あまりに大きすぎて、私には着れないとか。その、この服はね。この服はあまりに大きすぎて、私には着れないとか。まあ、大きかったら着れるけどね、一応ね。まあ、そんな感じです。あまりにほにゃららすぎて、ほにゃららできないっていう時に使います。で、これ、まあ、それを使うので、まあ、to のセットの時だけ、まず考えちゃいましょう。で、to の後、あまりにほにゃらら何なのかっていうと、ここでも適切なのは big しかないです。あまりに大きすぎて。まあ、さっきのやつですね。なので、to, big。これが来ます。で、後ろ。to。で、動詞の原型です。で、ここでは、go がまあ動詞です。もしくは B 動詞の原型で B もあり得るんですけど、too big to be through とはちょっとならないと。ってことは go からと。で、まあ go through の意味がね、通り抜けるとか、通るっていうのを知ってればもちろんしっくりくるとは思うんですけど、まずこうしておきましょう。で、これで今使ったので、too big to go か。こうなりますと。で、あともう一個。これ、まあ、主語は始まってるんですけど、to 構文っていうのは B 動詞が伴います。例えば、It is too big to go through the door と言ったら、それはあまりに大きすぎてドアを通ることができないって意味になるんです。もし It is だったら、is だったらね。でも今残りの選択肢を見たら、May と B が残ってる。なんで is じゃなくて B 動詞が原型になってるかっていうと、助動詞の May を使いたいから B になってるの。で、メイは助動詞です。まあ、ウィルとかと同じ仲間だと思ってください。つまり、メイを使ってしまうと、B 動詞が原型に戻るんです、後ろ。だから、may be too big to go。これが答えになります。で、メイはですね、あんまり出てこないんですよね、中学校だと。まあ、ウィルとかがよく出てくるからね、シュートとかの方が。で、いろんなもちろん意味があるんですけど、まあよく使うのがあるので、今回はこれも、ここもね、これなんですけど、ほにゃららかもしれないがちょっと切れたけどね。2行になってごめんね。ほにゃららかもしれないです。かもしれない。つまり、さっき it is だったら、あまりに大きすぎてドアを通れないよって言ってるんだけど、may be にすることによって、それはあまりに大きすぎてドアを通らないかもしれないよって言ってんの。手伝ってって言われて、いいよ、でもさ、って。それドア通らないんじゃないみたいな。ことを言ってるの、B さんは。まあ、その辺、ね、会話の流れとか、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、答えとしてはこうなりますので、ぜひね、押さえておいてください。to 構文ね、大事なんで押さえておきましょう。で、ラストです。で、ラストは選択問題ですね。I want, ほにゃら。で、to enjoy Japanese food となってる。で、ここでは、まあ、want, ほにゃらら、to, ほにゃらら。これも大事ですね。押さえておいてください。want, まあ、人にしておきましょう。want, 人、to, ほにゃら。これで、この人に、こにゃ、ほにゃらら、これ動詞の原型、また同じです。to プラス動詞の原型、不定詞ですね。ほにゃららしてほしいという意味になります。want 人 to ほにゃらら。この人にほにゃららしてほしいです。で、今、to の後ろはもうできているので確認しておきましょう。to enjoy 楽しむです。Japanese food 日本の食事、つまり日本食ですね。だから、日本食を楽しんでほしいんです。で、あと大事なのは、ワントの後ろは人ですよね。人が来ればいいと。選択肢チェック、投げよ、みたいなね。感じになってるわけ。
で、全部読んでみるとわかるけど、まあ大体これ同じような単語を使ってるじゃん。まあ、ビジットがビジティングになったりはしてるけど。いや、もともとメニーピーポーなわけ。たくさんの人々。だから、それだけだったら楽なんだよね。ここにメニーピーポー入ってくれれば、私はたくさんの人々に日本食を楽しんでほしいんだって言ってるわけ。でもそうじゃなくって、なんか足されてると。で、これは選択肢がわからなくても、まあ、ビジットとジャパンの意味を知ってれば、ビジット訪れるだし、ジャパン日本だからね。ってことは、意味としては、このね、この人が言いたいのは、私は日本を訪れる人々、日本を訪れるたくさんの人々に日本食楽しんでほしいよってことが言いたいんだろうなっていうのは多分伝わると、多分気づくと思うんだよね。じゃあ、それをどう言うかっていう話で、これ答えから言うと3番です。これが答えになります。3番ね。で、これはね、そのたくさんの人々っていうmany peopleを日本を訪れるっていうのを詳しく説明したいわけ。たくさんの人々を説明したいの。で、その、例えば、英語っていうのは、その、受験試験で出てくる場合、就職が詳しく説明する、就職ね。就職するときは、後ろからです、基本的に。後ろから就職するの。日本の場合は、日本を訪れるたくさんの人々ってなるんだけど、たくさんの人々、後ろから就職してくる。まあ、もちろん絶対ではないよ。例えば、黒い猫。猫って言うんだけど、黒いって説明してるじゃん。就職してるでしょ。ブラック、黒ね。ブラックキャットって言うから、順番になるんだけど、でもそういうんじゃなくて、普通に出てくるとき、試験とかではね。まあ、基本的に後ろからだと思っといてください。で、ここね。many people。これがたくさんの人々でしょ。で、ここに、visiting Japan が来てます。この visiting、ing がくっついてるの。これは ing がくっつくことによって、現在分詞っていうのになります。ing が一番くっついて、しっくりくるのは多分進行形だと思うんですけど、b プラス ing ね。それではなくって、visit と動詞に ing をくっつけることによって、ほにゃららしているみたいな風な役になるの。何かを就職するときに使います。だから、訪れてる日本ね。日本を訪れてる人々って後ろから説明するときに、こうやって現在分詞にして使ってください。いいかな。これが詳しく説明するときによく使う技なので、ぜひ覚えておきましょう。ではね、今回はこの3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。